今日午後開かれた野党のヒアリング。今回も泉佐野市は大変迷惑をされてるんですよ。空港で、対応してほしかったというような趣旨のことをおっしゃっておられます。野党側は国に対し空港で濃厚接触者の判断を行うべきと主張。オリパラ事務局としても、厚生労働省さんとですね、よくご相談をしながら、どういったことができるのかというようなことについて、検討してまいる所存でございます。国側は検討すると述べるにとどめました。今月19日、東京オリンピックの事前合宿のために来日したウガンダ選手団。9回の宴会場で皆さん一緒に食事されるという予定でしたけども、これまで2人が感染し、7人が濃厚接触者と判明しています。現地でのワクチンであったり、渡航前の検査であったり、こちらの方で発症するということは、まあ、なかなかこう想定しづらいところがございますけれども。泉佐野市は選手団と同じバスに乗るなど接触があった職員4人を自宅待機にしています。今朝、自宅待機中の職員が電話取材に応じました。選手とは、ね、もちろん、まあ、PCR 検査は毎日行ってますけども、まあ、その際に検体の回収であるとか、まあ、そういうことを行っておりましたので、新たな、ね、感染者が出ないことを祈っているというところでございます。選手団が滞在しているホテルは、もうちょっと水際で対策していただいたらこういうことなかったかなとは思うんですけど、うんうん、まあ、東京の方で一人で出たので止めていただいた方が。こうした状況に戦々恐々としているのが、来月中旬からフランスの柔道チームを受け入れる予定の兵庫県姫路市。そういうニュースを見るとやはり不安ではあるんですけれども、私たちの方でもその選手団の方にマスクの着用でしたり、そんなことを、お声掛けさせていただけたらなと。もちろん受け入れは厳戒態勢です。選手村への道のりは、新幹線の予定です。1両を選手団のために貸し切るというのです。新幹線の乗車券、その例えば44名が行く際には44人分の乗車券などはもちろんこちらの負担になっております。肝心の練習会場は国内最大級の規模を誇る県立武道館です。こちらも期間中は感染対策のためまたも貸し切りに。一方で、なんとか市民との交流の場を作ろうと、対策をしっかりとって1日限定で練習風景の一般公開を実施すると決めました。2階を観客の方が通っていただき、1階の方は選手の方に通っていただくというふうに、もう完全に動線を分離しております。一方、事態を冷静に受け止めているホストタウンも。ボートのドイツ代表とスイス代表が合宿を行う兵庫県豊岡市。あさっての夜にはドイツ代表の先発隊4人が市内に入ります。今から2000メートル、2000メートル、はい、ボート日本代表の合宿地を何度も担ってきた豊岡。関係者が練習コースの設営などに追われていました。特別に今回はエルゴマシンという屋内で使うボートのトレーニングマシンをレンタルしてきました。ウガンダ代表から複数の感染者が出ましたが、特段対応を変える予定はないといいます。想像の中で対策をするというのは現実的ではないと思ってます。もし発生したら発生したで、保健所や国の指示に従って対応するだけです。